こんにちはーす。中までたっぷりちはやです。どうしてチビマリオではクリアできないの3というコースですね。非バグなんだって。でもバグみたいなもんなんだけどな、これな。ちょっとやってみたんですけどね。ここはいけないっす。ここもいけないっす。ここもいけないっすね。でもね、なぜかでっかくなるといけるっていうね。俺すごくない？逆じゃない？普通に考えたらさ、チビっ子の方が隙間があるからクリアできそうな気しない？なんでだろうね。これ見つけたのすごいと思うわ。これは謎ですね。これも解析班いなさそう。じゃあこちら行きましょう。すごいね。偽フェイトにリアルフェイトに。フェイトさん大人気。さあじゃあ参りましょう。タウナギスピラン。これまた面白そうなスピランですね。ドン。なるほど。上に当てなきゃいけないんすね。おっ。三段ジャンプ。お、入れた。だー、上ですよねー。すよねー。上当て、上当て。上当て。上当て。壁キックですね。はい。はい、はい。持ってくんだ。反応しろ。上当て。だー。上当て。死ぬ。あ、死ぬ。死ぬ。待て待て。ちょっと強引。ゴール。イエーイ。イエーイ。全自動2。なかなかごちゃついてますね。ポン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 。この人これ好きだね。赤大砲のポン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 。これ気持ちいいね、でも。あ、あれは取れませんでしたね。プロペラ前は、プロペラキノコは取れませんでしたね。これ大丈夫なの？乗っかんのかな？なるほど。乗っかってスター取って、おー、ビタミン B1 だけ。でもほとんど取れねえ。イエーイ。あ、ここでビタミン B1 を回収していくスタイルか。スピードという名の地獄に君は勝てるか。3月の17日にいただいたコスレス。じゃあ参りましょう。300分の13。アルデンテ田中。押す。これは急がなきゃいけないのかな。うう。なるほどね。赤放題。あ、反応した。急に反応した。あ、嘘。参るか。参れないか。そっか、左の方にいると出ないから。ああ、ぴょーんと行って、あ、これいいね。これ楽でいいね。じゃあこれで行きましょうか。オッケー。ほっ、ほっ、おー、ゴールだ。オッケー。壁キックコースですね、多分ね。運試しでもあるんだね。運ゲーでもあるんだ。ほっ。まずは下に行きます。うん。運試しってどういうことだろうな。土管入ります。T 押し？ん？この T 押しの意味はさっぱりわかんないですね。1マスか。これは、こう入んなきゃいけないやつ。うお、帰ってきた。こういった方がいいか。お、あ、そういうことか。じゃあ3番目から行こうか。自分の好きな数字から。なんか当たってるくさくね？神かな？いやー、珍しいなぁ。ああ、死んだ。でも、ここ最近なんか、運試し系よく当ててる。一発で。さあ、帰ってまいりました。運試しっていうのはここのことですよね。上目で。いや、ないと。オッケー。わっそんな。え、いけるとこある？あ、じゃあ3番目セーフじゃないってことじゃない？ 3 番目セーフじゃないんじゃない？ほら、ピンポーン出てるけど違うんじゃない？あ、そうなのか。一番下からこなしていくか。お、でも帰ってこれ。あ、でもね、無理ですね。おぶね。じゃあ、一番、かったるそうな、一番上から入ってみましょうか。あー、ここでもない。
あぶねえ。結局俺4択は全部外すんですね。そういうことなんですね。これ P スイッチですよね。オッケー、オッケー、よーし。ゴール見えてるのに手前で誘導させた後に、でか半端ねえな俺やっぱ。必ず4択3つとも引き当てるんだもんね。動画的にはいいのかもしんないけど、どうなんでしょうここら辺、自分の運。びっくりだよね、ほんと運の悪さに。爽快スピードラン、パピコ食べて。もう寒いけどアイス好きなんで。おっと、ピョンスピョンスピョーンス、オッケー、うわ、1、2、3、ガリア、オッケー、スピン、これ上乗ってて大丈夫。うわー、危ねえ、耐えた。うわー、お、はい、スピンかな。あー、もう何でも OK。 1秒、ゴール、よし、もうちょいかな、もうちょい遊びましょうか。マリオの飛び降り講座、講座、講座の講座の講が口になってますけど、はい、4回目、はい、うわー、マジむずいんだけど、これいけるの。11回目、わーお前いるのかよ。なんだ、ここ隙間入れるわけじゃないんだね。いろいろ試してたんだよね。左を打ちながら右とか、タイミングよく右とか、で、とりあえず上と右押してたんで、俺今ずっと。上右でやったら、ダメだったけど、下に雲。雲かよ。マリオが変な動きをしてるよ。キモいね。おー。なんかアニメーションみたい。これでもどうやってゴールする？あ、これいけんのか？右は。これすげえな。オッケー！気持ちいい。これ楽しいですね。ちょっと難しそうですけど、30秒チャレンジ。うわ、ボムヘイちゃん。さあ。最初スルーじゃん。ファイヤー出るじゃん。右の底のラインに行くじゃん。倒すじゃん。入るじゃん。で、持って、これが多分鍵。え、ちげえの？あー、じゃあもう一回ゲット。もう一回鍵ゲットかな。違うね。もう一回待たなきゃいけないですね。カロンの方にいるんですね。オッケー。ね、入って、残り2秒しかねえけど。what? まず出すじゃん？で、トーンっていくじゃん？これ取るじゃん。まず入るじゃん？ほっ。やべ。ロスター。これ、時間大丈夫なのかな？もう一個待たなきゃいけないわけじゃん。でもまあいいのか。残り10秒。結局4秒ぐらいしか余んないもんね。ちげえのか。じゃあこいつか。え、ちげえのか。ファイヤー取る必要もないんですね。ということは。多分だけど、手前の、さ、手前のトゲちゃんを多分倒してあげれば、あれが鍵なはず。あ、それとも奥のあれかな、メットに隠されてるかな。残り5秒、とりあえずボムヘイちゃんをしっかり踏んで当ててみる。 OK、 そしたらゴールですね。よっしゃー、よし、 OK。 ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミゴー。